まあが今一生懸命作ってるゲームブック、霧のマンガリータには、アイルっていうその謎の生まれの女の子が、第二ヒロインとして登場します。そのアイルのお父さんは鍛冶師なんです。鍛冶師っぽいって言いますか。日本語でぽい言うたね、ぽい人のぽいですけど。で、結局アイルは旅の歌手に憧れるんです。で、まあぽいは怒るわけです。それは亡くなったアイルの母の娘である。っていうか、あ、言っちゃったけど、亡くなったアイルのね、母から預かった娘である。アイル。ね。でも、アイルはポイに顔がとても似てるんですよ。むしろアイルのお母さんには全然似ていない。でもアイルのお母さんから預かった謎の娘アイル。不思議でしょ？で、ポイには顔そっくりなんですよ。アイル。化粧もね。だけど目指すところは鍛冶師じゃなくて、もちろん女の鍛冶師っていうのが、武器を、作るときにおいて、鉄に女の魂を打ち込んじゃいかんと。女は、武器じゃない。矢尻じゃない。刃じゃない。むしろ女は束である。ね？むしろ。盾ではない。むしろ盾を持つ手であるか。鍛冶師になるのは、武器を中心に作る鍛冶師っぽい。まあ、楽器職人になれというわけです。アイルにね。楽器は、まあ、いろんな楽器があるけれども、まあ、鍛冶師の娘だから、ドラを作ればいい。っていうわけね。まあ、ドラムってなん、ドラが語源ですけど。で、あ、逆かな。ドラが、どっちかがどっちかの語源やね。ドラってそう、シンバルですけど、ドラムはシンバルじゃなくて、ね、スネアとかね、バスドラがポンポン、太鼓なんですよ。まあまあ、それいいです。ドラムセットにシンバルが入ってますけど。ってな感じで、なんか音楽家になるのかなみたいな話なんですけどね。さあ、音楽家が、滅亡が噂される。霧のマルガリータを救えるか。っていう、不思議な物語の第二ヒロインとして、アイルっていうのは、非常に迷いもあり、そして、ぼーっとしてて、優しくて、お嬢で、怒ったら、鬼より怖い。主人公の男女っていうか、ね、主人公二人がびっくりするような、はちゃめちゃな人でもある。でも庶民の娘、庶民って言っても鍛冶師ですか、顔役の娘だけど、町にはね、たくさんの、貧しい人たちが他の町からね、集まってくるわけ。自分の町に生まれてっていうか、その町の顔役っていうか、その町を作った家柄が貧しいためになるのは、まあ、普通はないんですよ。他の町に逃げて、そして貧しくなる。実は現在もそうなんです。だから、これから、文明が縮小しますよ。その時に、あなた方の故郷の村は一体どこにあるのかなって探し始めるんじゃない？それはね、とてもいいことだと思いますけど、先祖の供養にもなるし、宗教を離れてね、宗教が叫んでるときは、ああ、もう宗教は無理なんだなと、宗教から離れた方がいい。でしょ？うちはそう思う。